こんばんは、みーちゃんです。今日はね、いつもとちょっとねカメラの位置を変えてみて、はい、壊れたのでちょっと届くまでちょっと違うやつで代用してます。はい、今日は鶏もも肉と大葉を使って料理を作っていきたいと思います。そうそう、先に小麦粉を適量入れます。と片栗粉も大さじ2ぐらい。そこにお水をね入れていくんですけど、これもねちょっとわからないのでちょっとずつ入れながら混ぜていきます。ちょっとね固めがいいかな。固めの方がねちょっと絡まりやすいので、硬い感じの方がいいかな。こんな感じ。もうなんかこんなもうドロッドロな感じ。こんな感じでいきます。で、鶏肉は私はちょっと今日は冷凍を使います。冷凍をして解凍したやつを使っていきます。お肉そぎ切りしていきます。もういい半分か。結構ちょっとそぎ切りしていく感じしていきます。で、皮も剥ぐ人いるんですけど、もうめんどくさいので私はもうこのまま使います。結構ね、鶏もも肉とか胸肉についてる皮が好きなんですよね私。苦手な人は取ってもらって、まあ後から、まあ、弁当に入れるのにしてもらっても全然大丈夫だと思います。で、ここに塩をまぶします。塩少々、ちょっと味付けます。で、ちょっと揉み込みます。で、ここにちょっとねお酒もちょっと軽くまぶします。で、もう揉み込みます。そしたらもうドバッと中に入れちゃいます。で、今度は大葉を切っていきます。で、夏はね大葉がね結構活躍してね涼しい感じになるので、何でも大葉は結構そうめんとかにも切って入れたりとかね、豚肉にもそれこそ巻いても美味しいし。はい、切っていきます。で、よく絡ませてね、よく絡んだ方がね、カリッと揚がる。で、油も180度。まあ、ガスで言ったら中火ぐらい？夏っぽい。こんな感じ。こんな感じしていきます。で、もう揚げていきます。入れていきます。で、ちょっと強火で。揚げていきまーす。揚がるのにね、結構時間かかったりするのでね。なんか今日、イライラすることがあって、で、まあね、イライラするのも家に帰ってきて、まあビール飲んで、ちょっとストレス解消みたいな感じになるんですけど、なんか皆さんどんな感じストレス解消してるんですかね。なんかね、仕事とかでもいろいろあるし、友達関係とかね、いろいろあると思うんですけど、ストレス解消法って絶対大事ですよね、ほんと。ぜひあれば教えてください。みーちゃんはもうビール、もう帰ってきてビールを飲んで、そのひとときがストレス解消になるんですけど、ね、解消法知らない人はねちょっときついですよね。もうずっと蓄積されるだけなんで。あ、いい感じ上がってきた。うん、あ、でも味が濃いのが好きな人は塩を少しちょっと多めに入れたがいいかもしれないですね。まあこれでももちろん十分味があるんですけど、
いいかな。揚げていきまーす。はい、できました。鶏もも肉と大葉揚げ完成です。ぜひ試してください。じゃあ今日も見てくれてありがとう。また明日も見てね。バイバーイ。